デッド・オーア・ライブ5は、公営テクモ・ゲームスより発売された、3D 対戦格闘ゲーム、デッド・オーア・ライブシリーズのナンバリングタイトル5作目。略称は、DOA5。アドバタイジングスローガンは、I.I.M.A. アイアイファイターや、私は戦う。の新規2名と、の3名が、セガ全面監修の下で、バーチャファイターシリーズからのゲストキャラクターとして、初登場。 初期カーソルは 1P が、霞、2P が、あやね。ストーリーモードの途中と最後には、が、それぞれ中ボスとラストボスとして登場する。なお、バーチャー勢3名、現、ス1 5 2などは、ゲスト扱いとなっており、条件を満たすことで使用可能となる。対戦格闘ゲームのニュージャンルを意味する、格闘エンターテインメントを標榜したタイトル。その後、 プレイステーションビータ版のデッド・アーライブ・後新キャラクターシステムを追加したデッド・アーライブ・後アルティメット及びそのアーケード版であるデッド・アーライブ・後アルティメットアーケード両ハードの後継機である XBOX1 プレイステーション4にも移植したデッド・アーライブ・後ラストラウンドといったマイナーチェンジ版が相次いでリリースされた。前作 デッド・オア・ライブ・ディメンションズまでの既存キャラクターモデリングが一新され、汗をかく、汚れていく、水で濡れるなどの写実的表現が加えられたほか、シリーズ初の新システムも導入されている。ホールドはデッド・オア・ライブ4以来7年振りの採用となった4択仕様だが、一部キャラクターはエキスパートホールドとの入れ替えが施されており、プレイヤーの腕次第で使い分けられるようになっている。 属性は、オフェンシブホールド技が、キャラクター限定性に変更されたため、順に属性仕様となった。反転の削りクリティカルは、正面からのヒットが、のけぞり崩れよろけ、背後からが、背後の削り崩れよろけの名で存在する。レバー回復の操作は、方向キーか、左スティックを方向パッドか、左スティック、同ボタンの左右を交互に連打したりぐるぐると回す。あるいは、 方向のレバガチャでも成立する仕様起き上がりキックは上段が廃止され3時の中下段2種に戻った投げ抜けは4と同じだが確定だった早草のイーズナ落としなどの投げコンボの入力が成立していてもステージ上の障害物やムービングデンジャーが干渉すると連続演出に至らず強制的に解除されるようになった デンジャーゾーンは、ステージ全体の仕掛けとして捉えた、ダイナミックアトラクションとも総称され、工事中、ビル屋上のクレーンから鉄骨が崩落して、足場が傾いたり、川を流れているイカダが滝に迫るにつれて、壊れ始めるなど、ステージ自体の高低差や面積、障害物の位置が激しく変化していくようにもなり、ホットゾーン、座礁、サンクチュアリなどの一部ステージには、パワーブローでのみ発動する。 スペシャルデンジャーが存在する。崖落下、KO は D とほぼ同一の混在性だが、斜面系の地形がスクランブルとフローの2ステージに限った崖プチデンジャーへと改定され、過去作では何もできず落ちていったが、H ボタンを長押ししているとしがみつくことができ、構成側は相手を落とすべく、打撃か投げの2択を迫り、主勢側はガードか投げ抜けで、 対処可能となったため、基本投げなどから変化していた斜面投げは削除された。スリップ地形は D とは逆に危険度が下げられ、クリティカルと滑るモーションは下段属性からのみ、アンドカウンター以上で発生する。コスチュームに関しては、水のスリップ地形及びステージ上のギミックによる濡れや、時間経過で増える発汗演出などで透けるものが含まれるようになった。また、 DOA 女性キャラクター、エディオット限定でグラシーズの着脱が可能となり、ニュー以来の採用となった下着変更では初めて、ブラジャーも連動するようになった。ダウンロードダブルコンテントでは、今作初登場のもの以外にも、ニュー、D の追加コスや X に P の水着などが移植された。オンラインに関しては、3D 対戦格闘ゲーム史上初となる。 通信相手とのトレーニングモード、オンライン道場が用意されたほか、ランキング判定が生じない、フリー対戦、リプレイデータのアップダウンロード機能、SNS の Facebook と直接連動した、戦績公開や、対人交流などが可能となった。発売後のアップデートでは、メモリーに保存している、リプレイ動画を Facebook と動画共有サービスの YouTube に直接アップロードする、機能、 デュアルショック3振動機能への対応、新技の追加、バランス調整などが行われた。PSB 多版ごとの互換を反映したバージョン 1.03A プラスも PS3 専用であり、X360 版と比較するとマイナーチェンジ版のご有も含めて、コンテンツ面や提供時期で PS3 版の方が優先されている。対戦ダイアグラムについては、 キャラクターセレクト画面のパラメータグラフ上では、ベスト3、1位面、同率 2&3 位、はやぶさはアキラで、ワースト3、同率 1&2&3 位、バースはエレナは瞳となっている。細かい点については、以下の通り。壁段が張り付きから受け跳ね返り状態に変更され、ディフェンシブホールドが不可能となり攻め側の追撃が、確定。 4から引き継がれていた固有打撃に,による強制起こしが1ヒットでも成立する仕様に変更。システムボイス、DOA に遠藤ミヤコではなくピーターガーザを初起用。バーチャファイターシリーズ側に習い、k k や入力の前方ジャンプを VF キャラクター限定で所持しており、アピール技は持たない技構成になっている。また、ガキーンなどの効果音も専用で移植されている。 キャラクターごとのテーマ曲性からステージごとの固定曲性に変更。総じて PEB という新たな逆転手段は増えたものの、試合の攻防の中心であるクリティカルのうち CB 以外にもシリーズ最多となる十数種がクリティカルホールドを出せないよろけになっていて、気あられ状態からの反撃チャンスが減ったため、確定知識や空中コンボに関わる操作技量の 公設格差などが顕著となり、ビギナーよりもアドバンスドプレイヤー優位なバランスとなっている。略称は DOA5 や DOA5P。アドバタイジングスローガンはいつでもどこでも格闘エンターテイメント。DOA5 シリーズの通算2作目で、プレイステーション3版5をベースとしいくつかの新要素を追加したタイトル。また PSB た専用メモリーカードに保存している。 音楽ファイルによる BGM の変更、PS3 でプレイ中のユーザーとの通信対戦、セーブデータや追加コスなどの DLC の共有などが可能となっているが、タッグバトルでの対人対戦や、保存動画のネット投稿ができないなど、マイナス面での違いもある。体験版では霞、ティナ、ハヤブサ、エリオットの4名に限って、製品版から厳選したコンテンツを無料で、 遊べるようになっており、PS3 版のプレイヤーも含めた通信対戦も可能となっている。略称は DOA5U。アドバタイジングスローガンは全てを超えて戦え。の2名が忍者ガイデンシリーズからのセルフコラボがセガ全面監修の下でバーチャファイターシリーズからのゲストキャラクターとして初登場。またデッド・オーア・ライブ・ディメンションズ以来となるアインとレオンの2名が 追加された。DOA5 シリーズの通算3作目で5及び5を統合し、新要素や変更を加えたタイトルで、PS3 版では DOA オンライン、シアル生オンライン以来となるフリートプレイのダウンロード版、基本無料版も提供されている。約3ヶ月後には、事故で衝失するアーケード版、デッドオアライブ5アルティメットアーケードがリリースされ、 それに合わせたアップデートのバージョン1.05半からは、マリーローズ1.07半からは、フェーズマイナス -41.09 半からはジョテングが、有料 DLC キャラクターとして追加され、プレイヤーキャラクターは、DOA 勢の26名、VF 勢の4名、NG 勢の2名を合わせて、全32名となった。その後さらなるマイナーチェンジ版。 デッドオアライブゴラストラウンドがリリースされたが、購入間違い問題の発生を受けて、当作の X360 ダウンロード版の配信は2015年2月20日付で停止され、パッケージ版のみの展開となったため、これ以降、X360 版を LR を遊ぶために、筆形となる一面が生じている。新ステージスペシャルデンジャーには完全新規以外にも、 3のロストワールド、フォレスト、ローレライといった機質内視アレンジや NG シリーズシグマ2に登場したマップボスのジグモ大仏破天則なども移植された。4以来となるチームバトルモードも復活し通信対戦でのタッグバトルにて2名のプレイヤー同士が別々に操作できるようにもなった。BGM のデフォルトリストには2シリーズ3、4から キャラクターテーマ曲や一部のモード曲が移植された。コスチュームについては、有料 DLC の第1.24.5 9弾のセットがアンドカブル文として収録されたほか、一部バラ売りも開始され、キャラクターごとの購入も可能になり、グラッシーズ選択に紅葉、レイチェル、アイン、マリーも含まれた。アップデートのバージョン1.04版からは、ムービーシアターに、 有料 DLC 製のグラビアページが追加され、女性キャラクター限定のバケーション姿の鑑賞を5以上に楽しめるようになった。細かい点については以下の通り。尻文字をアウちおろし、バウンドという2つの新種ダウンやられが追加され、従来のバウンド浮きや強制起こしなどとはまた違った追撃が可能に。 スキルインフォの情報にホールド不能時間が表示されるなど5での更新以上に詳細化。体力メーターが青から黄色に変更。ストーリーモードは5でのボーナスミッション混合性ではなく5使用の単純1ラウンド勝敗性。対戦ダイアグラムについてはキャラクターセレクト画面のパラメータグラフ上ではベスト3、1位はやぶさ。 同率2 3ス1 5 2をは、アキラオはパイチェンで、ワースト3、同率 1&2、ジャンオアイン、暫定3位、バースをは心は、ミラは紅葉となっている。略称は、DOA5UA。アドバタイジングスローガンは、長き沈黙を破りここに復活。がそれぞれ、リリースと同時及び、リリース後のアップデートにて初登場。 5シリーズの通算4作目で、デッド・オア・ライブにミレニアム以来のアミューズメントスポット、復帰及び、セガとの業務提携となった、五有のアーケードゲーム移植版。その後さらなるマイナーチェンジ版、デッド・オア・ライブ5ラストラウンドを反映した、バージョン2.00版にてほのかと雷堂の2名が追加され、さらに、戦国無双シリーズとのコラボとして、いいなトラが、 SNK プレイモアとのコラボとして、画廊伝説シリーズ並びに、ザ・キング・オブ・ファイターズシリーズから知らぬ日前が追加が予定され、プレイヤーキャラクターは、DOA 勢の23名、戦術7名、バーチャファイター勢の4名、忍者ガイデン勢の2名を合わせて、全36名となった。ネットワークコンテンツとして、オール、ネット P、ラスマルチバージョン2に、プレイデータの管理として、 エメカードなどに対応しており、校舎では、全国ランキングなどが閲覧できる専用ウェブサイト、プレイヤーサイトの開設説及びスマートフォンなどの、携帯端末との連動や、対戦後の勝利デモジにアイテムくじ的な、コスチュームパネルが現れ、9枚程度で揃うと、絵柄の追加コスが入手できる。バージョン1.08版からは、バーサスモード1戦につき1ポイント、1人用。 アーケードモードクリアで5ポイントが獲得できるボーナスポイントとの引きえ性も追加された。長らく隠しコマンド制だった髪型、グラッシーズ、下着などの選択が一目で把握可能なポップアップ制に改定され、マリー、フェーズマイナス4、ジョテングも含まれた。一方、当作ではダウンロードダブルコンテントのハロウィンコスチューム2013の2着のように、 ご言とは異なり使用できないものがある。略称は DOA5LR。アドバタイジングスローガンは新たな舞台。最後の戦い。が初登場。また、デッド・オーア・ライブ・ディメンションズ以来となる雷動が追加。いいなお虎が追加配信された。白のヒマイを9月に配信すると発表。プレイヤーキャラクターは DOA 勢の26名先日4名。 バーチャファイター勢の4名、忍者ガイデン勢の2名を合わせて、全36名となった。5シリーズの通算5作目。5 u a をベースとしグラフィック向上、新要素の追加などが行われたタイトル。以下、印がない要素は全バージョン共通の要素、P、X の要素は PS4、ゾーン版のみ、P、X、S の要素はスティーム版も含まれるという意。 新ステージとして、デッドアーライブのタイカスミセンや、デッドアーライブアルティメットのザクリームゾンがアレンジされて移植。P、X、柔らか、エンジンと称する新技術を用いた人体表現、モデリングを採用。P、X 女性キャラクターに新しい髪型を追加。P、X、S 各ステージに新しいモブキャラクターや派手にしたエフェクトなどを追加。P X 上実の髪型変更時などのセレクト仕様を 5UA でのポップアップ制で採用。PX SDLC コスセンランカグラコラボコスチュームにコスチューム破壊のギミックを実装。PX 体力メーターが黄色から青から緑グラデーション色に変更。1作目シリーズの BGM の移植及び2シリーズを含めた一部 BGM のアレンジ曲の採用。 YouTube、Facebook との連携機能の廃止。以上の通り、PS3、Steam、X360 版の3バージョンではいくつかの要素が再現されないため、介護間使用である点には注意が必要である。シリーズ恒例の追加コスが大半を占め、5では、第9弾までが2013年3月20日より一斉配信され、5U からは、 第3.46.78.10弾を皮切りに一部バラ売りも開始された。5UA では対戦後のアイテムくじ要素や獲得したボーナスポイントとの引き換えで入手することも可能。ナンバー00などの表記はコスチュームカタログ上でのナンバリング。なお、海外版では第10弾、チアガールのような和製英語の多くはチアリーダーのように訂正されており、一部は 日本名称とは全く異なる大役にもなっている。デッド・オアール・アライブ後以降デッド・オアール・アライブ後、アルティメット以降デッド・オアール・アライブ後、アルティメット・アーケード以降デッド・オアール・アライブ後、ラストラウンド以降。ありがとうございます。